どうもー、クワバタのクスクス子育てママトーク、この本月はですね、ずっとこの方に来ていただいております奥山芳恵さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。まあ、もうご主人の出会い、そして長男くんのもう頭がおかしくなりそうな初めての育児、はい、そして次男の未来くんが、ダウン症って分かってから一回落ちたけど、そっからあとはなぜか上がりっぱなしでびっくりした私がいたんですけれどもでもだんだん話を聞いてると、なぜかじゃなくて必然的にそうなってくるんだなっていうのを感じたんですが、今回で、まあ、吉江さんとお話しさせていただくの最後なんですけれども、あの出生前診断、このことについてあのお聞かせていただきたいと思うんですけど、次男くんの時はまたそういうのがなかったから受けてないって言ってたじゃないですか。そうですね、まだ始まってなかったですね、うん、もしですよ、もう年齢的に分かんないですけど、じゃあもし3人目妊娠しましたってなったら、出生前診断受けますか受けませんか。いや、これはね、やっぱり次男を授かったからだと思うんですよね、うん、まあ、思ってもいなかった個性がある子が我が家にやってきてくれたからこそ、私我が家は受けれないですね。で、それを思ったんですよ。で、出生前診断が悪なわけではなくって、その診断があるのは理解してるんですね。で、その赤ちゃんの状態を知りたいってお母さんお父さんがたくさんいらっしゃるのも分かる、うん、だから決して否定しないですけど、まあ、次男が我が家にやってきていろいろ、まあ、障害のある子の暮らしってこんな感じなんだな、なんか肩に力すごい入ってたけど思ってたよりも普通で肩透かしにあって、我が家の場合はね、身構えてたけどそんなことなく、あ、育てていけるんだ、思ってたよりも普通なんだってことがまずあったわけなんです、感想として。で、実は私ブログをやってるんですけど、そのダウン症のある子がやってきたってことを最初にブログに書いたんですね。で、それにも一番何を伝えたかったかというと、その思ってたよりも普通だったんですってことを伝えたかったんですよ。それも、うん、心からの本心だったんですね、うん、で、そういうのも経緯もある中で、やっぱりその出生前診断というものが誕生して、いや、すごく複雑な気持ちにはなりました。最初はね、NHK さんの特集を見てて、その存在を知ったんですね。で、長男と見ていて、長男がこれどういうことだって私に聞いてきたので、まだ小学校、うん、高学年だったんですが、まあ、その時も次男の未来がダウン症として生まれてきた後で、で、これは高い確率でお腹の中にね、ちょっとこう異常というか、思ってもなかった個性がある子が分かったってなった時にさよならしてしまうっていうことが多いらしいよって言ったんですね。まあ、そのままその情報を長男に分かりやすいように伝えたんですけど、うちの未来はダウン症があるけどこんなに可愛いじゃない普通に、と次男がね、あ、長男がね言って、で、ママテレビに出てるお仕事なんだからそれ言った方がいいよって言ってくれたんです。その母親が共有してる意外と普通だねっていう気持ちを伝えろと。ああ、なんかそれもあって実は私告知したんですよね。次男は隠すような存在でもないし、我が家の大事な一員だし、さっきも言ったようにその思ってたよりも普通だったからのを知ってもらいたくって、我が家の頑張ってない我が家の様子を伝えることで、あ、こんな一例もあるのねってことを知ってもらいたかったんです。なので、まあ、出生前診断をして、陽性っていう判断が出て、どういうジャッジをするかは各ご家庭に委ねられるものだし、私が一言もそこは介入できないことだと思うけれども、一例としてこんな家もあるんだってことは知ってもらいたいなっていうふうに思うんです。それを知ってもらえたらなとは思いますね。だから私ね、出生前診断を受ける受けないっていう中で受けた後のことを考えた時に、私の友達が出生前診断を受けたんですよ。で、私は受ける受けないも選択があると思うんですけど、で、受けた選択の意味が、もし何かが障害があると分かった時に心づもりができる、心構えができるから、そのために受けるんだって受けたんですよ、うん、で、受けたらダウン症ですということが分かったんです、うん、で、
がん症だったって分かったからこれでいろいろ調べられて今からいろんな施設とか見てるねんって言ってその子は出産したんですけれど、だからその出生前診断を受けることがどっかで、結果が分かった時に産むか産まないかの選択っていうことだけにの意味で捉えられてることが多いのが嫌で、うんうん、なんかもし分かってたら準備ができるとか、うんうん、なんかそういうことをこれもともと何のためにこの、うん、出生前診断をせなあかんようなになったかって言ったらその私の友達の意味のなんかなとは思うんですけど、うん、あとなんか不意感ですかね、あのなかなかほらあのお母さんが妊娠しにくいで流産を繰り返しても悲しい経緯を軽減させるっていうにも聞いたことがありますね。なんでこう、うん、こう障害のない子が生まれるためにっていうのが始まりだっていうのを聞いたことがあるんですけど、でも私もあのおっしゃるようにあのそこに選択があるじゃないですか、その診断を受ける受けないがまず主になりますよね、うん、その決断するお母さんとお父さん、逆に私はすごいなと思うんですけど、まあ、2、3日前の新聞にもあったけど、あの安心をお金で買いたいと、うん、いう意見があって、それすごくわかるんです。でもね、そういうふうに言わせてしまう世の中の作りが私は問題があるんじゃないかなと思ってて、あの一母として思うのは、なんかどんな子が生まれてきてもいいよっていう世の中だったらこんなに不安にならないし調べようとも思わないんですよね、多分。そうです。なんかあのじゃ あの自閉症でした、ダウン症でした、だから発達障害でしたってことが分かったら、分かりました、この施設ありますよ、こんなケアがありますよ、サポートありますよっていうのが充実してたら迷わないんじゃないかな。だからこう生まれる前にいろんなことを医学とかね、あのこうお金を使ってどんどん科学で証明してっていうよりは生まれた後を充実できないかなと思ってます。ですよね、おっしゃる通りで、なんでその出生前診断のことでいろんな技術向上を頑張って、うん、なんか昔はなんか今はもう血液検査だけでできるみたいになってるじゃん、昔は羊水を取ってとかあったけど、なんかそこじゃなくて生まれた後の、うん、みんなでこうケアしていく、みんなで育てていくところを、うん、もっと考えるっていうのになんでしないんですかね、もっとそこですね。だからそのお金で安心を買うっていう発言が出るっていうのは、はい、やっぱり迷惑な世の中だっていうことをみんなが思ってるからなんですよね。うん、で仕事ができなくなるとか、なんか自分の人生に支障が出るっていうのがあるから安心を買うわけでしょ。でその仕組みがまず違うのかなとは思いますね。だからこういう、うん、であの思うのは、まあ、うちはこう障害のある子が我が家にやってきて、ですごい毎日勉強させてもらってるなっていうのはこう私の価値観がどんどん変わってるからなんですけど、あの大きい世の中、大きい社会があったら私たちってこう多数派がいて、で多数派がこう世の中を回しててっていうイメージがあるんですよね。でこう少数派と言われているのがこうそこに加われない、あの多数派じゃない子、こういろんなことができない人たち、例えばこ うちの子次男もそうですね、少数派になるんですけど、その少数派と交わるのが怖いからやっぱり多数派でいたいわけですよね、多くの、うん、私もそうだったんです、それすごくわかるんですけど、でもね、次男がやってきて思うのは、私たち多数派でも実はゆっくり少数派になるんですよね。いろんなことが衰えてくるじゃないですか、悲しいかな、うん、例えばね、こうないですか、桑畑さんも。私なんか最近物忘れがひどいんですよ。私もパッと出てこないの、人の出てこない。でそういうこう悲しいけど、人は多くの人がいろんなことがだんだんゆっくりできなくなっていくわけですよね。はい、そう考えたらゆっくり私たち多数派だっつってなんかあぐらかいてるようなもんじゃなくて、ゆっくりゆっくりみんな少数派になっていくんですよ。そう考えたときに、少数派に自分がなったときに、あなたちょっと物忘れひどいから、ちょっと排除して、ちょっと世の中のね、ものが回らないから、ちょっとこっち行っててくださいってされたら嫌じゃないですか。うん。ちょっと物忘れあるかもしれないけど、いいところまだあるわよって言いたけど、そうなったときに困らないように、少数派の人が生きやすいような世の中を想像できれば、私たちゆっくりいろんなことができなくなっても安心できるわけですよね。
なんかよくね、あの言葉では、あの他人事と思わないようにっていうのは、もう本当にそのままその通りだなって思うんです。なんか例えばエレベーターができて、少数派のためにね、あのベビーカーで移動する少数派のお母さんのためにエレベーターができたことで、あのお年寄りとかね、足の不自由の方、うん、他の少数派の方が行きやすくなって、でもそうすると私たちもいつ怪我して、あの、うん、もう安心なわけですよね。うん、だからあのそう考えると、なんか、うん、健常者、障害者って、なんか実はその、最初からいた方がみんなにとっていいんじゃないかなって思うんです。だからこそ、その、最初から障害があるからって排除するってなると、あなたもいずれ排除されたら嫌なんじゃないっては思いますね。なんか、その、じゃあ排除しない世の中になっていくためには、その考え方がですよ、なんかその言ったら、健常者障害者で分けない世の中になるには、これからどういうことが、やっぱり知ることなんじゃないかなと思うんですよ。最初はあの私がその車椅子に乗ってる人工呼吸器をつけてる酒飲みの女性と出会った時に、あの機械いっぱい背負ってるから、なんか触ったら壊しちゃうんじゃないかと思って、どう触れたらいいかわからない、でもこう電車の中でね、障害のある方とお会いしても、どうお手伝いしたらいいかがわからないけど、その人を知ってしまえば、あの近づけるんですよね。なんか触れ合えるし、なんかそのお互いがその一緒の場所にいなさすぎると思うんですよ、うん、なんかこうもっとごちゃ混ぜになるにはどうしたらいいんだろうって思うと、幼少期からみんな知ったらいいんじゃない、はい、ってところにやっぱり行き着くんですよね。じゃあ本当に私もう全てのことが、私ちっちゃい時からと思っちゃってるんですけど、例えば一番あの長男の空くんの育児大変ってなってたけど、例えば小学校中学校で赤ちゃんってこんなに泣いて、赤ちゃんって全然寝えへん時もあって、なんか育児書通りに進まへんっていうのがちょっと授業であれば、初めて育児する時にも、ああ授業でちょっとやってたけどほんまやって、なんか知ってたら、うん、こんなに悩まなかったんじゃないかとか。おっしゃる通りですね。うん。ってなる。うん。知ってたらこんなに悩まなかったダウン症も同じです。あ、はじめに、あの、未来くんがダウン症って分かった時に、知ってたらここまで悩まなかった、はじめに。そうそうそう、その初めての育児もそうだし、ダウン症もそうだし、うん、知ってたら、ほんと全ては知ってたら。うん。じゃあそういうのを知る機会があるということで関すると、やっぱり今未来から普通級に行って、そこでだから今まで言ってたことが全部つながってくるんですけど、店さんがいろんな障害がある人がどんどん外出なさいって言うけど、なんかそういうことですよ。例えばテレビでしか、ほんまに24時間テレビの年に1回だけそういう特集でへーへーってなって、うん、なんか年に1回だけ考えさせられるんですけど、これが毎日いろんな番組で見てたら、多分それが当たり前に、だから言ったらそういうお笑い芸人でもいろんな、もし障害があっても、テレビに出てる人がいっぱいおってもいいやろうし。そうですね。うん。見たきり芸人さんもいますしね。あ、はいはいはい。すごい自虐ネタしてるでしょ。もう本買っちゃいましたけど、めっちゃ面白い。でもなんか今お話聞かせていただいて、だんだんほんまにそういう誰かの助けがないと生きていけない自分になる時も来るし、うん、でも私思うのが、助けしている人も、助けられる側、助ける側の二択じゃなくて、なんかお互いどっかで助けてる部分も多分そうでしょうね。うん、やっぱりありがとうって言われることって喜びじゃないですか。はい。その存在が役に立ってるっていう、それもあると思うんですよね。だからこう最初に戻るけど、その子育てでね、甘えられないっていうのはあるじゃないですか。最初なんか、はい、どうしてもこうお母さんって頑張ってしまいがちだけど、誰かに頼っていいし、頼られた人も嬉しいはずなんですよね。その障害があるなしも関わらず、そのこれができないんですお願いしますって言った時に、お願いされる人も多分嬉しいんだと思うので、あのそこでなんかこうできる人できない人があの絡み合っていけたらいいなと思うんです。あの車椅子乗ってるね、女性の話をしましたけど、
彼女はずっと普通級にいたそうなんですよ。ちっちゃい時から車椅子だったけど。で、お母さんすごいのは、うん、学校の前に彼女置いてっちゃうんですって。うん、で、彼女はもう重い車椅子で、あの教室まで行くのに4人の力が必要で、うん、で、いつも正門の前に立って4人をスカウトするところから始めるんです。自分で声かける。で、そして、うん、あの見てて OK を言ってくれる人が分かるんですって。そう見るのね。で、あの人助けてくれそうで声かけて4人の勇士が集って初めて教室に行けるの。はあ。でもそれもなんかさっき桑畑さんがおっしゃったように喜んでやってくれるんですって。あの、ありがとうって言われるのがやっぱ人間嬉しいから。うん、だからこう、あ、結局やっぱりそうやって助け合いなんだなってか、そこに放り込むお母さんもすごいなと思いますけど。すごい。うん。でもそうすると彼女は一人で生きていけるんですよね。あの、抜く力が。あ、切符買うのも全部人に頼むんですって。車椅子届かないから。で、買ってくれそうな人を探して、それ後ろから財布取って、あの、どこどこ行き買ってくださいとかって。海外まで行っちゃうんですよ。すごい。私も行かれへん、一人で。だからもう、人に頼っていいし、頼られても人は喜んでもらえるし、と思うとなんか私も、ね、何もいろんなことができない次男を、小学校の普通級にみんなと一緒にいてほしいっていう気持ちで行ってもらってるけれども3年間ね今のところ行けてるのは周りの子どもたちがそのまま受け入れてくれてるからだし、いや、ありがたい関係ができてるなと今では思いますね。だからこう最初からその出生前診断をしてジャッジを受けることってありなのかなって私は思います。あ、確かに心の準備ができる、うんうんうん、あるけれども、そういうさ、桑畑さんのお友達みたいにね、その、うん、準備をして生かすってことに関してはすごくありだと思うけど、大きなその産まないのか揺らいでる時に受けるジャッジだと非常にその後はどの答えを出しても厳しいものになるんじゃないかなと思うんです。あの、うん、私ね、あのお腹の中にいる時にまだ出生前診断というものがなかったって言いましたけど、あの 4D 写真ってあるでしょ、その 3D じゃなくて今の世の中すごい立体的なやつね。撮りました、 4D 写真。私撮りました、撮りました。めちゃくちゃリアルなんですよね。もう言うたらほんま映像、もうすごいですよね。あれ、私それを、まあ、次男の時あったのでやろう、まあ、多分最後の出産だと思ってやろうと思ったんですけど、調べたら1万4000円ぐらいしませんか。します、結構するんですよ。あ、ほんで私それ見た見た、そうそうそう、家族会議開いてあの 4D の4000、 4D にするかスシローにするかでスシローにしたの。そう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 、書いてた。でもね、これ事前にバレなくてよかったねって、スシローにしてるうちはよかったねって言ってるのは、多分私ヘタレだし一人目がうまくいかなかったから、もしまだ次男がね、その産む産まないのジャッジが分からない期間、決めれる期間で 4D でこの子の個性が分かったら多分さよならしてるんですよ。とてもその私のようなものが障害児の育てられませんと思って泣く泣くごめんねって言ってさよならをしたんだと思うんですね。それ自信があるんです。だからその出生前診断を受ける人の9割がさよならするっていうのはすごい分かる。うん、そうだよって思うんですよ。誰も多くの人は大手を振って埋めますぜって思う人って少ないと思うんですよね。そうですね。そんな肝っ玉な母さんはまるだと思うんですよ。だからこそ私はこの診断って知ることが幸せなのかと、うん、それよりも生まれてきた子の力を信じてあげませんかとは思いますね。なんか生まれてくるってことはやっぱり力があるし、うん、生命力があるから生まれてこれるわけで、しかもこう染色体が3つあって生まれよく生まれてこれだねっていうふうに思うんですよ。いや私ね、見たらいろいろダウン症で調べたらね、ダウン症の赤ちゃん、お腹の赤ちゃんでちゃんとそこから生まれてくる確率も低いんですよね。あの自然淘汰されてしまうことが残念ながら多いとも言われてるんですよね。うん、その中で生まれてきた未来くんってほんまにすごい奇跡の奇跡を繰り返して、うん、だからしかも、うん、ね、あの奇跡なんですよ。で生まれてくる子ってやっぱり奇跡
の塊だと思うんですよね。その長男もしかり、うん、桑畑さんのとこの3人のお子さんもしかり、はい、生まれてきたっていうことにはもうそれ自体がもう100点なんですよ多分これですね。あ、そうだった、そうだった。いやいや、わざとらしい、出せっていう目で訴えてましたよ今。100点なんです、はい、もうそう、もう生まれてきたってことでもう、もう力が十分備わってると思うんですよね。で残念ながらその短命でね、もう数日しか生きられない子も中にはいますけど、でも、うん、生まれてきたっていうことにはそこにはもう私はそこ自体が意味があると思うし、うん、そこの力はやっぱりその生命力とかその子の存在感はそれだけでも十分信じてあげていいのかなと思うので、うん、生まれた後のケアを世の中がもっと充実させてくれないかなっていう、うん、思いますね。やっぱそこですね。だからその生まれた後のケアって考えると、先ほど言ってたそのいろんななんとか学級なんとか学級が一つのクラスにまとまるっていうのが、うんうんうん、そしたら多分一番不安はなくなりませんかね。分けませんよ、そもそもみんなで一緒にこの地域は地域で育っていくんですよってなったら、多分私想像するにもう全く不安がめちゃくちゃ解消されます。うん、同じ場所に入れるんだっていう安心感は得られますよね。もしかしたら入れられるんだっていうことすらも考えなく、それが当たり前っていう社会が、ね、なってくれたら、その不安をお金で買うからその診断を受ける、つまりそのそれは裏返すと陽性って出たらさよならをする覚悟があって、その思いがあって診断するわけじゃないですか。うん、その方の不安も解消したいなとも思うんです。どんな子が生まれてきても仕事もできるし、支障もなく、これから人生もちゃんと今まで通りですよってことがっていう世の中になってくれたら、調べる人は減るんじゃないですかね。そうですね、うん、そういう風になるにはまたちょっと時間かかりそうですけども、うんうん、何かそういう動きがどんどん、だからまあ、モデルケースじゃないけど、なんかそういうクラスとか学校が一個できてもいいですよね。大阪みたいにね、大阪に、うん、あるんですか。はい、みんなの学校って映画になりましたけど、すごいですね、うん、どんな子でも受け入れるって、でいろんな人がごちゃごちゃになって生きていて、廊下に飛び出す子がいたら、クラスの足の速い子が追いかけろって言って追いかける係とかやっぱりその、まあ、映画の中で見ただけですけど、子どもたちに教えてもらうっていうふうに先生おっしゃってました。学ばせてもらうって、うん、なんかそれはやっぱそうかなと思う。人は人で学ぶんだなって、なんだろうな、学習面だけじゃなくて、こういろんな子が来るからこそ、こうみんな対応能力も高まるし、心も深くなるんですよね、受け入れるっていうか、うん、で我が子も、まあ、小学校3年生で、ね、不通級に行ってるってお伝えしましたけど、試行錯誤の連続なんですよ。模索中です、うん、今日はこんなことを、例えば体育の時間に着替えないとかね、うん、ですごく頑固なところがあるので、そこをもう先生と模索しながら、さあどうしましょうかってでみんなで作っていってるんですよね。だから私もそうだし、先生もこう次男が中心に巻き込まれながら日々学ばせてもらってるといいますか、そうやりながらこう暮らしているので、でもそう、まあ、工夫しながらも、まあ、できていけるんだなっていうのは、まあ、結果としても考えれてますね。だから今のお話聞いてると、先生もなんかどうします、ちょっと着替えへんけどっていう会話が、うん、なんか今の私だったらですよ、すいません着替えなくて、もうどうしたらいいんですかねって、なんかすいません、一回もまずすいません、ご迷惑かけてすいませんばっかりを言っちゃいそうだけど、吉江さんはすいませんじゃなくて、マジやばいなみたいな、なんか同志みたいな感じの先生と、あと、いやもうさ、同じです、すいませんですよ。私も旦那さんも本当にもうすいませんからどうしますっていう感じですいません、ね、そう、仲間としてその困った未来を、さあこれどう解決していきましょうかっていうのを頭を悩ませながら日々暮らしてるんです。でもね、これ実は昨日たまたま旦那さんとこの話してたんですけど、すいませんの話をね、うん、
でも旦那さんが言ってて、ああなるほどなと思ったのは、すいません、じゃあやっぱ支援級に行きます、じゃあご迷惑かけるんで養護学校に行きますは簡単なんです。うん、言葉悪いけど困った子がクラスにいます、もう、ね、着替えませんね、あの体育の時間ボイコットします、じゃあちょっとみんなの流れで迷惑になるから、じゃあ排除しましょうは簡単なんですよ。でもそれをしちゃうと、うん、みんなと一緒に生活、なんか地域の仲間にはいられないわけです。で、今湘南に住んでるって言いましたけど、あれで走って1分のところに海があるんですね。うん、いいな。天気いいと海で遊びに行くんですけど、そうすると同級生がやっぱ遊んでて一緒に遊ぶわけですよ。声をかけてくれて。これが変な話、養護学校、支援級、まあ、それぞれいいところはもちろんあるし、私たちも多分、そこに行くことも考えてはいるけれども、支援級、養護学校にいたら、声かけてもらえなかったんじゃないかな。その中の世界だけで完結してしまってるから、今の現状はね、悲しいかな。うん、だから、あんなこう地域に知らないってことになっちゃうんですよね。うん、だから、あ、この、海や公園に遊びに行ってね、地域のことをよう未来っていうふうに声かけてもらう環境ができてるのは、今普通級に行ってるからだなと思うと、その分けなくていいのにっていうところにやっぱつながっちゃうんですよね。いや、なんかすごく考えさせるし、結局私分けなくてもいいのにって思ってる方が多分いっぱいいると思うんですよ、吉江さんみたいに。でも結局そっからなんか動きがないから、なんかうまいことちょっとずつでもいいからなんか進歩していってほしいですね、日本が。そうですね、だから障害児のあるお子さんはどんどん表に出た方がいいって先ほど言いましたけど、普通級にみんな来たらいいのにと思います。うん、音が敏感な子でやっぱりちょっとみんながこうわーって音声の中でいられないっていう子もいるんですよね。別の場所に、その子が居やすいところに行った方がいいと思うけれども、行ける子はどんどん行って世の中をごちゃごちゃにしたらいいのにって思います。あの手この手を考えて、先生もいや周りの大人も保護者もさあどうしたものかなってみんなで考えながら、学校からこう地域丸ごとそのいろんな人がいるんだねっていう風に作れていけたら、なんかこうその出生前診断で悩むってとこもね、そこに戻るんですけど、うん、なんかその誰か流れが悪いから排除っていう考え方が払拭されたら、その出生前診断を受ける不安っていうのも軽減されるのかなというふうに思いますね。うん、だから排除は簡単なんですよね。うん、すっごい肩身狭いんですよ。支援することも解消されるんですよね、支援級や支援級が。だけどそうすると海や街で声をかけられないことになると思うと、うん、やっぱりあとはその子どもたちまだ小さいから障害という概念がない分、今の未来ってそのものを見てくれるから、今そのものの未来を見てくれた子が、うん、まあ、いずれね、うちが養護学校に行ったりとかして、例えばこの先々別れても、小さい時に未来という存在を知ってくれてれば、例えば20歳の成人式の時にね、あ、ランドセルも開けられなかった未来だって言って入ったのが私たちのゴールなんです。ここが一番目指すところだし、私たちがいずれいなくなっても、ね、不安材料が一つ消えるなとも思いますね。じゃあ私今日最後に、将来ね、お兄ちゃんと未来君、空君と未来君どんな風にってなってほしいですかとか思ったんですけど、今がもうそれがゴール。そう、未来の場合は成人式でハイタッチです。成人式でハイタッチ、そのために今まあ、いろんなことができないけれども、みんなの中にいさせてもらってるっていう現状ですね。まあ、中学高校、例えばね、この先別れても、今の未来をそのまま知ってる子どもたちが地域にいてくれることが未来の財産になるんじゃないかなって思って、うん、もう日々本当に模索中。そうですね、例えばじゃあダウン症じゃない、その障害児じゃなくてもみんな試行錯誤してるじゃないですか、うん、なんか、ね、うん、だからさっき私これ吉江さんがお母さんにダウン症だよって告白した時の一言目だと思うんですよ、お母さんの、うん、みんなで育てようねっていう、うん、
別にそれがお母さんお父さんだけじゃなくてもうみんなっていうのはこのもう地域のみんなですね。あの親のことって子供って聞かないらしいですよね。でね、あのよそのそよその人が言うことが一番響くらしいんですよ。褒めることも怒ることもね、親が言っても響かないっていう一例を聞くと、うん、これも親の力じゃ及ばないんですよね、うん、やっぱりあのだから地近所でね、なんかあの公園でブラブラしてる子を見かけたら、あんたんちの子なんかまたなんか学校帰りに遊んでたよとか、うん、帰りなさいよって声をかけることとか、なんかそのみんなでやっていけばいいんじゃないって思うのは、その障害あるのしかかわらずで、障害がある子はよりあの地域の子が、うんうん、みんなとって幸せなんじゃないかなと思います。はい、イケイケどんどん運動ですね。イケイケどんどん、すごいなんかめっちゃ盛り上がる運動になってますね。もう車椅子の子もみんな集まれですよ、出てきて、あの自閉症の子で走り回ってる子がいたら、今日も元気に走ってるねって、うん、みんなで見守っていけばいいんじゃないかなって思います。いや、だから私もこれを踏まえてというあれですけれども、なんかいろんな子どもたちと接する場に、あの吉江さんは障害がある子が外出ろだったけど、私たちがそっちに入っていって一回知るっていうのをちょっとこれからちょっと体験していこうかなというふうに思います。最初の一歩は勇気がいりますよね、多分お互いに。お互いにね、お互いにね、うん、けどあの、ま、混ぜこぜになった方が自分にとってもゆくゆくはあの生きやすい世の中になるっていうことをなんか踏まえてね、その一歩をしていただければなって、うん、そうなんです、思いますね。そのね、一歩がまだないから、もう 本ばっかり、本とかテレビばっかりの知識の中で自分の今頭の中でなんかご解決しようとしてるけど、やっぱちゃんと喋ってみたり、まあ、そう、面白い、ね、障害のある方の、あの近日のね、うん、あのボーイフレンドがいるんですよ、私、うん、近日で、あの全然こう 目線と今指先しか動かない30歳のイケメンの男の子がいるんですけど、うん、すっごい口悪いんですよめっちゃ暴言吐く、なんでそんなんと悪いことばっか言うのって言って、うん、でもうなんかその知ってしまうと、そのなんかこう本当にその車椅子で人工呼吸器つけてる酒飲みもそうだし、あのもうか未成しか動かない本当にまた別の男性の酒飲みがいたりとか、あのめちゃくちゃなんです、障害のある人も、うん、で悪い人もねいるし、あの、うん、悪い人もきっといるだろうし、あのなるほど、大事にしなきゃいけないとかじゃなくて、あの紐解けば同じなんだなっていうところですね。ぐでんぐでんから障害者もいるし なかったんだろうと思って、すごいあの世界が広がりました、得しましたね、得した、うん、なんかあのなんかこう健常の中だけでこの生涯過ごすのかなって最初に思ってたけども、多くの人はそう思ってると思うけど、いやあの少数派で面白い人めちゃくちゃいるんで、うん、もうその世界が未来があの私の領土を広げてくれたなっていう、その価値観を壊したのもそうですし、うん、もう紐解けばみんな人は同じっていうね、酒飲んでぐでぐでも一緒っていうのも本当なんかみんなで宴会でもしたらいいんじゃないですかね。いや一番ですよ、そうですね、あの宴になんか、うん、だからまだまだそこまでの域に頭がいかないですけども、やっぱり吉江さんはいろんな方と触れ合って知ることでその考えにいってらっしゃると思うので、ちょっと私も含めこれ見てくださった人たちがいろいろ知ることから始めてみませんかということですね。はい、わあ本当にもう5週にわたりもういろんなお話ありがとうございました。なんか慣れ初めまか聞いていただいてありがとうございます。いやでもあの運命の出会い、運命からもう全てがつながってますねこの高橋の100円までねそう、それも運命の出会い、その100円、運命の出会いですよ、まさか100円とは思わなかったね領土庁がありがとうございました。また何かあのまたこれとは別にまたお会いするときあったらよろしくお願いいたします。もう声かけていただいて本当にありがとうございます。こちらこそです、本当に出ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。奥山芳恵さんでした。ありがとうございました。